皆さん、こんにちは。遠藤です。3月1日火曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか？今日の日経平均は3営業日続伸となりました。高寄りスタート後は一段高となりまして、場中2月18日以来となります、2万7000円を回復しましたが、上値重く失速。結果、上髭で着地をいたしました。本日3営業日続伸も新安値銘柄は新高値銘柄同様あり、週足日足にて依然として上蓋が機能しており、たとえ明日値を上げたとしても下落する可能性は今後高いと見ております。今週の戦略としまして、スイングにおいては無理せず様子見メインと押す、または順張りの短期戦として見ていただき、デイトレードにて本日の3倍用や BX のように利益を確保していくことをお勧めいたします。さて、まずはじめに、昨日挙げました本日用注目銘柄の振り返りを行いまして、その後、明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日は8時45分から全場デイトレ生配信がありました。注目銘柄は寄り前の入れ替え含め7銘柄となりました。4592のサンバイオ、4270BX、8278の富士、4293セプテーニ、9101日本郵船、9107川崎汽船、9104商船三井、この7銘柄、そのうちエントリー可能が6銘柄ほどありました。まずはじめに4592サンバイオ、これは全場5場ともありましたね。結果、一段高、明日用としても注目銘柄として見ていく銘柄になります。朝の大きな上昇、これを捉えたと。そして5番、さらに一段高となっております。まあ、2回に言い訳ですね、トレードタイミングありました。全場で取れれば十分な内容となっております。そして2つ目、9104商船三井、一段高となりました。結果、日足チャートにて上髭の陽線となっておりますが、こちら朝の高寄りスタート後、特買の状態からの高寄りスタート後の一段高の場面、こちらも取りやすかったですね。同じく船株並びます。9107川崎汽船の買いとなります。こちらも同様、ギャップアップスタート後の上げの場面、一度下押しされたものの、さらに高値を更新となっております。さらに9101日本郵船の買いです。こちらも同様、一段高となっております。朝の上げの場面ですね。こちらの利益確定ということで、3銘柄とも良かったということになります。そして4270、こちらは良かったですね。会員様の報告、チャットでの報告もありましたように、BX 一段高、場中ですね。結果、終わりに見ると、上髭陰線となっておりますが、寄った後、売りに押されましたが、じわじわと下げ幅を縮小して、プラテン。で、プラテン後の一段高の場面。握力が重要な場面。これをしっかりと利益確定。早期利食いの方もいらっしゃいましたけれどもね、利益確定できた方、ナイストレードとなります。そして5番ですね、セプテーニ4293が来ました。ただこちらは報告いただきましたように、剥離利確が早かった会員様もいらっしゃいましたが、結果ナイストレードとなっております。午後の上げの場面となっております。他8278の富士のみエントリーポイントなく推移しました。全体的にですね、アンケートを取った11月の段階では8割の方良かったですね。配信を終えてからの5番、3倍をは一段高となったということになります。本日利益確定された方々、本当におめでとうございました。お疲れ様でした。次に明日用の注目銘柄を見ていきましょう。明日用の注目銘柄は7銘柄ほど見ております。一つ一つ見ていきます。1つ目、3042セキュアベイルです。今日一段高となりました。ストップ高で置いております。プラス 25.64%、 出来高173万9400株、未約上の内買注文部170万300株となっております。明日
ギャップアップしてスタートする可能性が高い銘柄となります。寄った後の動きに注目をして見ていきましょう。もし寄りでストップ高ということであれば、これはもうなしというふうに見てください。2つ目、今日捉えた方結構いらっしゃいましたね。4592の3倍を一段高、2077円プラス 11.48%、 出来高じわじわまた入ってきています。333万7700株、今日の高値のところをさらにブレイクしていけるかどうかに注目をして明日見ていきましょう。3つ目、9501東京電力ホールディングス、東電です。日経平均採用銘柄、今日一段高となりました。2月高値をブレイクしていきました。388円プラス 7.18%、 出来高3164万1600株となっております。明日さらなる高値をつけるかどうかに注目をして、こちら見ていきましょう。そして4銘柄目です。5726大阪チタニウムテクノロジーズです。昨日のヒゲを本日捉えてきました。さらに場中一段高、結果1217円プラス 6.47% となっております。今日は出来高290万6200株と昨日ほどではありませんが、こちらも入ってきておりまして、明日さらなる高値を捉えていけるかどうか見ていきましょう。5銘柄目、7011三菱重工業、日経平均採用銘柄の買いとなります。今日こちら一段高プラス 5.06%、 出来高525万3900株となっております。上髭をつけておりますが、そのヒゲを消化できるかどうかに注目をして明日見ていきましょう。6銘柄目、1963日記ホールディングス、日経平均採用銘柄となります。今日2月高値をブレイクしていきました。1207円プラス 4.77%、 出来高294万2100株となっております。さらなる高値を捉えていけるかどうかに注目をして、こちら見ていきましょう。7銘柄目、インペックス、こちらも日経平均採用銘柄、今日場中一段高となっております。1222円プラス 3.12%、 出来高は2254万600株と、こちらもしっかりと入ってきております。今日の高値どころをさらに抜けていけるかどうかに注目をして見ていきたいと思います。以上7銘柄となります。またデイトレードで思うような結果が出ないという方を対象としました、マンツーマンのデイトレコンサルを実験在実施しております。こちらになります。トレードをしてもなかなかうまくいかないという方、全く勝てないという方いらっしゃいます。そういった方のために一人一人合わせたマンツーマン指導を実践し、そして今すでにマイナスからプラスに切り替わっている方もいらっしゃいます。皆さんの感情が最優先をしてしまい、含み益が出たらすぐ利確をして利を伸ばすことのできない方、後から振り返ってみたら、あの時持っていればよかったなぁと思った経験は皆さんありませんでしょうか。今日デイトレコンサルを受けられた方はリスクリワードレシオが 2.5、 ものすごく利を伸ばしていくことができる方になります。ただそういった方でもさらなる上達を目指し、コンサルを受講していただいております。皆さんの悩みを解決し、そして正しくですね、再現性のある手法にてトレードがプラスに変化していく様子を皆さんの目で実際にですね、体験していただければと思います。なお単発でこの日1日だけ、3月のこの日だけという方もいらっしゃいます。申し込みはこの概要欄から受付ができるようになっておりますので、そちらからお申し込みください。皆さんの申し込みお待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とですね、今回少しでも役に立ったという方は、ぜひ高評価ボタンを押してください。お願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。